ぱ水原はチーム首位を目指したいっていうふうに言ってたんで、はいはい、一つでも着順を上げることにこだわるかもしれません。大きく上げるよりは。しかもこれね、もしラスで終わったら3連続ラスになっちゃうから。本当だ、それは嫌でしょうね。嫌ですね。水原明菜1月9日から15、26と渡って個人3連勝を決めた後、2月の1日、2月の8日と4、4と来て今日の登板。3連勝直後の3連敗ってちょっと聞きますよね。ちょっとね気分良くないですよね。いや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 、確かアベマズのね白鳥さんもねそれやったんですよね。3連勝の後の4連敗、はい、4連敗です。そりゃきついね。はい、このね貯金がね一気に消えてしまうというのは非常に心苦しいものがあります。さあ本田はトップまで、漫画出上がりでちょっと足りない。猿川も3900の上がりで逆転トップです。だから本田としてはビーストはまくりたいですよね。あ、トップも大事だけど、なるほど、手が良くなってきましたよこれ。逆に猿川としてはこれトップ是が非でもじゃないですか。いや、もうどうしても取っときたいですね。はい、いいシャンテン。いや大事な対局ですよ、ここ本当に大きい。次に映る猿かどうしますかね。直接シャー統一でドライピンが1枚なんですね。赤なし、ほらシャー出たら泣きますか。直変わるんだね、直撃は。一応2着主眼においてドラが後から重なったり直撃取れたらトップ OK で、ええ、シャーポンした後シャーカンできるかもしれないからね。はい、いろいろルート残りますからね。打ち泣きした方がいいですね。うわーむずい。いや、あまり安そうですよね。まあ、これは面倒な打ち方しちゃったね。おー、いや形は本田の方が良さそう。泣く気ないんですね。泣く気なし、ええ、ドラか赤、あるいは何でもいいユコパイ。ホンダも愚形1個解消できたら一気に上がり見えます。久渡はこのまま終わるっていう感じはしないですよね。しないですね。一回上がり決めて三者引き離してもう一局と。そうですね。ペンチワンいった、シャーのポンからだ。これだから、うわ、2000点にはこだわった。うん、だからスーソー切りがどう出るかな。ほう、トップは取れるもんならトップピンチマウンだ。2枚山にリーチだ。静寂を突き破る久渡の親番先生リーチ。水原にチーマンが2枚、残り2枚は山。ただ本田これで満願の出上がり条件できました。なるほど。猿川は26足りないのかな。いや、いや足りたか。全然足ります。2000点で足ります。2000足りますか。はい、あ、2000足りますね。2000点足ります。あ、うん、これ攻めますよ。広沢は3番打ちたいですよ。まあまあ、本田はリャンピンですね。リャンピンですね、現物ですね、リャンピン。さあペンチーマン2枚、突き破るか。こんなのあっさり積もったらすごいけどね。はい、いやでもこういう上がりを決めるのが一つなんですよね。さっきのカウンス上がれなかったからちょっと不思議なぐらいです僕は。リャンピンチチ、これで条件を整った。ただ形は相当苦しい。いや、あの数層が良くなかったんですよ、やっぱり。本当だ、選択が本当ですね。お、3番ですか。 C56 ですよ。3番ですね。いっちゃいますか。いっちゃおうよ。本田打ち込んでラスになる可能性は若干あるか。でももう1曲ですからね、どっちしても。そう、チャンスも多くない。1回何もあるのか。いやー、行ってほしいけど。でもね、結構こういう風な岐路に立たされた時本田基本的に攻める選択を取る気がするんですよね。3万切りそうな気がする。何のポンを考えてるかどうかぐらいか。さすがに何のポンもない。ホンダサブロビン今し、いや一回受けた。なんか一回受けました。我慢しましたね。水原やることないですね。うん、これはもう打ち込まないようにいくしかないですよ。もうゲーム終わらせたくないんで。あ、もう一曲やって着地アップの可能性残したい。そうそうそう、え、急走、あ、リーチゲームですか、ごめんなさい。はい、ペコね。
逆転の感情状況は整っています。ホンダ逆転トップの状況は整っています。サルカーも同様です。有効パイどっちが引ける？えい引いてます。あ、これは3番です。これは3番打ちやすい。もうこれ腹くくれますね。お腹くくってレッツゴーです。3番です。さあ行く、さあ行った行った行った、さあ行く、ホンダが行く。これ最後チーソー切るってこともできますもんね、状況によっては。だけど本当はリーチだったんだけどね、須田さん。本当はイーシャンテンです。本当はイーシャンテンなんです。本当はイーシャンテンで、あの違う未来だったらリーチです。うわあ、何捨てます。チーピンが3枚見えててローピンが早い、あんなんか間取るならウーピンつもぎ、ウーピン切るもあるけど、だけど強いウーピン間取った、サブローピンがね、いい街に見えるんでね。はい、ホンダはチーした3000、あ、でも単用3色があるか、どうです。例えばシゴロの3色、着順上がる3球4球、上がるね。3球は4球は同点だから、同点だ、あので上がり方してトップありますよ、うん、そうそう、チーするんじゃないですか、はい、そうですね、チーかな。でも休めだったらどうするんだろう。ん、水原困ったわ。リーチに対してはローピンがあります。もうチーピンが4枚見えてるんで、水原からは、うん、さあ来るか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 、マンズ、あ、切りづら、切りづらいんですけど、ウーピンスーピンっていうのあったりします。ちょっと弱いですか。スーチーソも通ってないからね、うん、そうなんですよね、マンズ通ってないし、スーソー通ってないんで、サブローピンだけ目つぶって、まあ、ウーピンスーピン、赤ウーピンでしょうね、こうなった以上はね。順目もね、ちょっと深くなってますよ。6万が自分から2枚見えている。ん、ローソウソ、ダーベンチーマン強いね。ローソウ決めたかったと寄せおる。強いね。とてもトップ取れるムードじゃなかったけどな。はい、これは抜けたね。これはもう相当決まりましたよ。破裂も抜けてるぐらいかな、まあ、サルカーがどうかぐらい。18,000、42,000、43,000、抜けてますね。このサルカーとホンダの争いは本当にシビアですよ。いや、この2チームのこの間5000点は本当に大事。